ということで皆さんこんにちは。こんにちは。ということで、大運動会の第2競技がやってまいりましたね。ここでクイズです。第2競技は何でしょう？バトルロワイヤルかな？全然違う。ということで正解はサバイバルバトルでした。いや、どう考えてもバトルロワイヤルに似てるじゃないの。若干バトロワにも似てるけどな。それでは、ルール説明をします。サバイバルバトルは、挑戦者が倒されるまでが続く試合となります。今回は、3両が挑戦者として登場します。挑戦者が入場した後には、アタッカーが3両入場し、挑戦者を攻撃してきます。アタッカーを撃破したら1ポイントとなります。また、全車撃破したら、10ポイント獲得できますが、出場していない車両は、ボーナスで5ポイント加算されます。最大だったら、20ポイントになりそうな感じがするけど、これ本当に追いつく自信あるのかな？あ、ちなみにですが、チャンスは1回までとなります。これは高得点取るべきね。絶対に、順位を落とすわけにはいきませんわよ。ちなみに、挑戦者は、この3両で挑んでいきます。いや、どう考えても、ほぼ通勤車両じゃないか。通勤電車は有利すぎて、仕方がないわね。アタッカーはこの重量が入ります。全部新幹線の車両じゃないですの？新幹線は倒壊しやすいから気持ちはわかるからな。ということで準備が整えたようなので始めていきましょうか。よろしくな。まずは、俺のチーム、挑戦者は323系からですね。大阪環状線も意外と強いぞ、この試合。おっといきなりまずは200系が脱線したわ。100系と200系は問題児だから、自爆の可能性も多少あるんですわ。200系がそのまま落とされ、1両撃破。アタッカーの順番は、西日本、東日本の1両ずつ登場するんだよな。次のアタッカーの出場者は、ハヤテだな。ハヤテは少し普通な感じがするんだよな。確か、ハヤテの先輩って、浅間だったっけ？浅間ですわよ。なんか喋ってたらハヤテがやられたな。2両撃破となり、次のアタッカー車両は、500系ですね。次500系なのに、なんで N700 系が出場しているんだ？うつ主が順番を間違えたそうです。今のところ、まだ挑戦者が脱落してませんね。パーフェクトの可能性はワンチャンありそう。と思ってたら、ここで300系が倒された。次のアタッカーの出場者は、小町ですわね。N700 系も脱落し、500系も出場しています。何気に500系以外の車両が速いんだけど、100系と小町は新電池ですからね。横綱の500系、こんなスピードで大丈夫なのか？横綱の500系がここで倒されてしまいましたわね。南運のチーム覚醒してるじゃないの？降車ポイントで詰まったら、323系、2両同時撃破のチャンスですな。いやー、見事すぎる。もしかしてこれ、パーフェクトの可能性あるんじゃないの？もしも、南院のチームがパーフェクトを取ったら、また大きな差をつけられそうで不安。阿部野ちゃんのチームも頑張れば、追いつく可能性はありそうだな。倍速が終了しましたわね。ちなみにだけど、これ決まったら、挑戦者2両目投入だよ。パーフェクトなかった。こりゃ挑戦者2両目投入ですわね。どんまいだな、みなし。さて、残り1両で電車撃破ですわよ。環状線。長く生き延びてた大阪環状線も、ここで脱落しちゃったな。大阪メトロ400系は案外早いからああいうのが起こりそう。おっと、そんなことを話してたら、倍速が終了したわよ。そういうことなんです。確かに大阪メトロ400系は、自動ポイントでの自爆がありましたわね。頼むから主役の本気を見せてくれ。さすが主役。南さんのチーム、まさかの全車撃破ですわ。やった。やったよー。続いては私のチームだよ。最初の挑戦者は485系なのだ。阿部野さん、12分だもんずせになってますね。悲しいわ。バトレイルのレギュラー組は、西日本新幹線が盛りだくさんだな。多いとしたら、100系と300系と700系と M700 系が多いんですよね。じゃあ東日本は？E4 系くらいしか覚えていないな。E3 系ちょうだいとかも一部レギュラーにいるんだよな。そういう雑談をしたら進展が起きていますわよ。100系が転倒していますわね。200系が脱落して一両撃破となったな。早いって。阿部野ちゃんのチーム、早くも挑戦者2両目突入だな。と言ってもまだ撃破3両目だよ。点数巻き替えてるかな、この展開。阿部野さん、まだ諦めるのはまだ早いですわよ。なんとかなりそうですし。阿部野ちゃんのチーム、2両目の挑戦者は飛田ですな。おかしいんだけど。
まずいな、アベノちゃんのチーム。これ巻き返すの厳しそうな予感がする。でもどうにかしてほしいのは早い車両の小町なんだけど。小町だけは絶対に撃破するわ。アベノさん、小町をロックオンしましたわね。ロックオンした小町が早手を攻撃。自ら撃破しに来ましたわね。しかも早手が邪魔なんだが。やばい。減衰の 211K が落とされたら終わりですな。もうこれは嫌な予感がする。もうおしまいだ。ということで、アベノさんのチームは5ポイントですわね。次は俺のターンだぜ。最初の挑戦者は D231K 総武戦だ。4つのチームの挑戦者は D231K トリオなんだよね。おっと、早速問題児同士の衝突が。問題児同士が衝突するのはラッキーだな。しかもまだ問題児が粘ってるのくさ。300系は出す。早くも問題児2両が脱落し、2両撃破しましたわね。この調子でバンバン撃破していこう。300系ちょっと厄介すぎへんの？ほんとだよな。1両で3両撃破してるのって。本気モード出しに来てるな300系。復習してやると。おっと四つ橋くん、300系をロックオンしだした。300系は案外、バトルに強いから、倒せるか不安しかない。ダメだったー。総武戦どんまいです。次は山手線だよね。山手線がやられるまで山手線ゲームでもやろうかな。始める前だけど、ロックオンした300系が小町と相打ちしたぞ。それじゃあ始めていくけど、お題は何にしますの？みんな関西だから、大阪環状線の駅名でいいかな。まずは、俺から行くよ。せーの。大阪。天王寺。京橋。西九条。大阪城公園。シニマニア。イマニア。森の宮。桜の宮。天馬橋はアウト。天馬橋は思いっきり谷町線の駅名じゃないですの。こんなんじゃ山手線ゲームやってる場合ではないな。ほとんど実況が壊れてるやん。そんなこと言ってたら山手線がピンチですわよ。それに M700 系も脱落したけど、今月波何両目だ？おそらく10両目です。ちゃんと証拠が入ってますから。そしたらあと新E4 系を落とせば、電車撃破なんだけど。新E4 系はトルクがなさすぎて、撃破するのがすごく厳重。もう、そろそろ新E4 系が山手線を落とすな。はい、落とされました。ラストは横綱の東海道線ですわね。横綱なら、行けそうな感じがしそうですね。それはどうかな。おっと、そんなことを話してたら、倍速が終了したわよ。これはどうするの？結果的にこれは倒せてないから9ポイントだな。最後は私のターンですわ。最初の挑戦者はヤセレンジですね。最近なんだけど、電子レンジ系がなかなか登場しなくなっているわね。次はいつ登場するのかはまだまだ未定なんだよな。じゃあ、京浜東北線だったら何レンジ？ケヒレンジしか浮かんでこない。京浜よ、ケと、ヒの頭文字を取ってケヒレンジ。なんかこう呼ばれそうだな。ヤセレンジがやられましたわ。早くもヤセレンジがここで脱落。まだ1両撃破なんだが、このままでは追い抜かれる可能性はありますね。再び問題児同士の衝突が発生。そこへ早手が突っ込みますわね。宮崎がです、早手さん。問題児が2両同時脱落するのはとてもラッキーだけど、さっきはヤセレンジがやられてしまったんだよね。この調子でどんどん稼ぎたいですわ。続いては小町が脱落。現在は4両撃破ですね。ちょっと待ってくださいな。カレンジもここでアウト。残る車両は時は線だな。この読み方常磐線か時は線かどっちかわからないです。さて、倍速が終わったね。参りました。ということで、阿波座様のチームは6ポイントとなりましたね。ということで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でしたわ。しかもなんだけど、サバイバルバトルで動画が10分を超えるの珍しいわね。空き容量がなくなるくらいヤバくなってますわね。ということで、最後締めていきましょうか。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。